ただいまご覧に入りましたのは、いりかき舞という踊りでございます。一つの儀式の舞でございます。ご覧になって分かる通り、ダダを踏む、足踏みの非常に多い踊りでございますが、ダダとはですね、空間、地下の悪霊を追い払い、その場を清めるという一つの儀式の舞でございました。その場を清めたところで、これからご覧に入りますのは、身近かぐし舞をご覧に入れたいと思います。真ん中におりますのは、ボスの鹿、中立ちと申します。親分の鹿でございまして、この中立ちの最後のよって踊りが一切こう変わってまいります。後ろにいるのは、角のない小さい鹿、この師匠踊りの特徴でございますけれども、これは子供ではございません。身近、女の鹿でございます。八頭のうち、甲一点、身近でございます。かぶっているのは、小学校6年生の智也君でございますけれども、身近役を演じます。最近の女性は強くなりましてね、こう時々角を出すそうですけれども、身近には角がございません。このボスの鹿と身近の愛情、細やかな場面がございます。何と申しますか、乱舞心と申しますか、愛情細やかな場面がございます。そうしますと、周りの鹿が睨みまして、いわゆるやじもぞをやじまして、身近を隠してしまう。隠されたボスの鹿が悲しみに太鼓を叩いて呼び寄せますけれども、隠されているから出てまいりません。そうしますと、だんだんこう荒くなってまいります。お客さんの中に身近に似た綺麗な方がおりますと、そばに行っていろいろな仕草をしますが、身近と間違えられた方はですね、非常に縁起のいいことになっております。宝くじが当たるとか、あるいは息子さんのお嫁さんが決まるとか、当地方では非常に縁起のいいことになっております。まもなく隠されているところに気がつきますと、目を乱々と考えかして髪を振り乱して、大腸を切って喜んで身近を無事お見せをしまして、また愛情